現在ね、伊勢崎市の、まあ、西の外れの方かな。宮古町。ね、コープ宮古店ってあるでしょ。まあ、こちらのね、まあ、後ろの方というか、あったね、それらしいものがね。ちょっとここ入ってみようか。左ね。まあ、お墓なんですけどね。まあ、このところお墓ばっかり行ってるね。お墓が私を呼んでいる。一生懸命労働してるね。まあ、ここのお墓の中にあるんじゃないかな。正面のあの建物が怪しいですよね。止める場所あればいいんですけどね。まあ今はね、時間がね、まあちょっと早いんですよ。まあ9時、まあ8分くらい。お墓参りかな。ありましたね。まあありましたね。違いますけど。これ以上動かせるために建物を作って、そうですね、これがあるとないんじゃ大きな違いですもんね。そうですよ、重要文化財ですからね。はい、まあいろんなとこに史跡あると思うんだけど、古さを感じますよね。そうですね。ここに説明書を書いてる。あ、本当だ、どうもどうもありがとうございました。そんなわけでごゆっくり。はい、どうも。まあ斬新なアングルなんですけどね。群馬県指定重要文化財、宮古の笠塔婆。昭和48年2月24日指定です。塔婆は学船石安山岩の天石を加工したもので、走行は116センチです。形態は基礎の上に長さ80センチ、幅約26センチの塔身を据え、その上に聖徳旗を持つ一辺約37センチの傘を乗せています。この塔身には、表、さ、キリーク、さく。このね、キリークというのはね、阿弥陀如来のね、主字の読みです。さっていうのがですね、観音菩薩の、まあ、主字の読みです。さくというのはね、まあ、静止菩薩の、まあ、主字の読み。まあ、そして、まあ、下ね。十方三世仏、一切諸菩薩、八万諸聖経、これ、皆これ、阿弥陀。まあ、これはですね、まあ、下っていうもので、まあ、阿弥陀如来をね、まあ、賛美するっていうか、そういった詩なんですね。まあ、裏面にはね、まあ、記念名、文永5年、5月25日。まあ、そのようにね、なんかね、その理由ですね。男女、まあ、教師、七人啓白の名文が刻まれ、文永5年、1268年に七人の子が、父親の菩提を弔うために増留した供養塔であることがわかります。なるほど、そういうことなんですね。先ほど読んだ説明版はそちらです。まあ、こちら側はね、まあ、正面から向かって左側の側面です。この大岩はですね、まあ、撮影の、まあ、邪魔にならないように、まあ、いい感じですね。
はい、フラメンです。はい、こちらがね、正面です。はい、都の笠灯籠でした。そちらがね、まあ、薬師堂です。そしてね、向かってね、まあ、左側にはですね、まあ、このような宝鏡院塔がございます。まあ、反対側にね、まあ、記念名がありまして、まあ、延享3年ってありますね。まあ、何かね、右からね、書いてあるんですよ。なんか面白い構造ですね。なんかね、材質がね、まあ、刀身の部分、まあ、違いますよね。まあ、そこのね、まあ、中台の部分と、まあ、同じ、まあ、色してますけど。きっとね、欠損してしまったところは、まあ、後からね、まあ、作られて、まあ、補ったとか。まあ、一般的には刀身の部分はね、主枝なんですよね。まあ、こういったね、まあ、仏尊のね、まあ、こういうのを陽彫りって言うんじゃないかな。まあ、浮き出したようにね。はい、このような宝鏡院塔もございました。こちらのね、宝鏡院塔の基礎っていうかな、この部分の文字なんですけど、まあ、12文字あるんですよ。でね、だんだんね、ずっと見てくるとね、分かってくるんです。序、我、まあ、ここは難しいんですよね。まあ、昔、ところ、頼る、今、もの、まあ、身、己ね、まあ、立つ、立するとかの、まあ、足、まあ、足か、まあ、定まるかはちょっと、あれですけど、今日、と、
ジョガ関所、まあ、雷魂社三達上京と、まあ、即京と、まあ、そのような感じで読めるんですけど、まあ、ちょっとね3文字目と4文字目と、まあ、こちらのねまあ10文字目、まあ足でしょうね。まあ、このようにね、まあ、解読したんですけど、どうでしょうか。こちらの部分にはね、まあ、薬師堂がございますよ。まあ、そしてね、こちらのね、まあ、安政3年の記念銘のあるものにはね、まあ、伝統薬師尊って書いてありますね。まあ、伝っていうのはね、まあ、お堂、まあ、瑠璃光殿とかいう言い方もするんで、まあ、薬師如来のいらっしゃるとこね。まあ、この石はですね、まあ、本来ね、これ石道路だったんと思いますね。なんか、ここの部分、四角く、まあ、前のね、部分があったみたいな感じになってますからね。その火を灯す部分がですね、まあ、ちょっと欠損しちゃったんで、まあ、代わりにこのね、丸い石を置いたかなと。まあ、そんな感じですね。まあ、向こう側もそうじゃないかな。まあ、剣刀ってありますもんね。まあ、これではね、まあ、火が灯せませんので。やはりね、前に何かあったであろう感じにはなってますね。まあ、傘の下の部分ね。まあ、薬師如来はね、まあ、どんな感じでしょうか。まあ、こういった感じですね。はい、こちらの薬師如来です。ご視聴ありがとうございました。